フェリクス・カジミエシュシチェンスニー・ポトツキは、ポーランド・リトアニア共和国のマグナート、ヘトマン。王冠領大エトマンを務めた、大貴族、スタニスワフ・レベラ・ポトツキの次男で、アニアンジェイもヘトマンであった。1661年、彼は、王冠領野戦エトマンだったイエジ、セバスティアン・ルボミルス気公の娘クリスティーナと、結婚して5人の子供を設けた。義父は1665年に、 国王や二世カジミエシュに対して反乱を起こしている。クリスティーナとの死別後は長く、独身を通したが、晩年になって再婚した。フェリックスは1663年より、王官僚副大前官、1669年より、シェラツ県知事、1682年より、キエフ県知事、1683年より、クラクフ県知事、1692年より、 大官僚屋戦へ、トマン、最晩年の1702年に、クラクフ城代及び大官僚代へ、トマンをそれぞれ、勤めた。ベウツ、クラスニスタフ、フルビエシフ、ロプチツェ、ソカル、トルマチュ、ニスコの大官でもあった。フェリックスは1655年から1664年までの、間、共和国に対する、反乱者及び侵入者である、ウクライナコサック、スウェーデン、 トランシルバニア及びロシアツァーリ国との戦いに従事した。1669年5月2日から6月19日まで開催された国王選出に際しての議会では彼は議長としてミハウ・コリブとビシニョビエツキのポーランド王選出に貢献した。フェリックスは1673年のホチムへの遠征で有名を馳せた。彼は ヤンソビエスキの国王選出を支持し、大トルコ戦争中の1683年にはウィーン遠征を準備したほか、クリミアタタール人やトルコ人との長きにわたる戦いを続けた。1698年、フェリックス・ポトツキに率いられたポーランド軍はピドハイツの戦いで、ポーランドに進撃してきたタタールの軍勢をンプなきまでに粉砕した。最初の妻クリスティーナ・ルボミルスカ、 ありがとうございます。